はい、こんばんは、こんにちは、ゼマフタです。今日もマジアトの動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、ちょっとタワークエストをやっていこうかなと思います。で、まぁ、ちょっとね、このタワークエスト追加されて、まぁ、ちょっと時間は経つんですが、まぁ、最近ね、追加されたっちゃされたやつなんですけど、91回からね、100回までが、解禁されました。で、ちょっとね、何人かから結構難しいっていう情報は聞いておりまして、まぁ、中でもね、ちょっと難しいと言われている回をね、ちょっと今残してるんですけど、まあ、今回の動画はちょっと98回のね、攻略動画をやっていこうかなと思います。まあ、98回ね、こんな感じでボスはユースケ一体なんですよ。なのにね、なぜこんなにね、苦戦してる方が多いかっていうと、まあ、多分ね、クリアはできてる方多いと思うんですよ。このクエスト評価がね、多分難しいんだと思うんです。で、まあ、クリアすればまあ、まだ多分クリアできてる方多いと思うんですけど、この真ん中がね、一番難しいのかなと。ボス戦をね、3ターン以内にクリアっていうのが、結構難易度高いのかなと思っております。で、まあ、おまけに、ね、多分この戦闘不能キャラ出さずにクリアもちょっと、次に難しいのかなっていうイメージですね。なので、ちょっとここをね、しっかり全部今日はちょっとクリア目指したいと思います。で、まあ、今回この98回のね、特徴で言うと、まずね、星4のね、この妖属性の、星4キャラのユースケなんですが、妖力タイプです、相手は。で、必殺技がね、この霊光剣がまずね、かなりややこしいんだと思うんですよ。霊光剣されると、妖力ダメージ耐性アップがつくので、こちらがね、妖力アタッカーでいくと、全然ダメージが入らなくなってしまいます。で、まあ、相手の、アタックはもう完全ね、こう、妖力系のダメージをしてくるので、まあ、妖力ダメージ耐性アップとかね、持ってるキャラ、連れていくと、まだダメージはね、防げて、戦闘不能キャラ出しにくくなるんではないかなと思います。で、プラスこれ、オートスキルがね、ややこしいんですよね、このタワークエストは。普段のユースケなら覚えていないオートスキルを覚えていまして、まずね、妖力と防御力アップ、まあ、バトル開始時からしてきます。まあ、なので、火力上げつつ、まあ、盾もね、防御も上げてくるので、かなりややこしいです。で、プラス、この妖力ダメージ耐性と攻撃力ダメージ耐性アップも、バトル開始時からつけてくると。まあ、なので、まあ、こちらがね、もう妖力アタッカーだったら、もうこのオートスキルでね、プラス必殺技重なると、もう全然、ダメージ入らなくなるので、もう今回この98回は絶対、攻撃アタッカーでいった方がいいと思います。まあ、言うても、攻撃アタッカーでいってもね、このダメージ耐性アップついてくるので、それでもね、ダメージはかなり入りにくくなります。まあ、なので、まあ、多分3ターン以内が、なかなかね、クリアできない人が多いんだと思います。で、プラスね、非ダメージ現象もついてますし、で、気絶耐性ダウンっていうのがね、ついてくれてるんですよ。これ気絶耐性アップじゃなくてダウンなんで、気絶が入りやすくなってるみたいです、このボスは。なので、特にね、この下にちょっと結びついてくるんですが、この強化効果解除っていうオートスキルも持っていまして、その自身にね、状態異常がかかると、強化効果解除してくれるんですよ。多分なので、オートスキル系のこの耐性アップとか防御アップとか妖力アップが、消せるんではないかなと思ってます。ちょっと初見プレイなので、正直、それが当たってるか分かんないんですけど、なので、多分これ気絶耐性ダウンもしてることから、多分気絶をさせれば、簡単に倒せるよっていう、鍵だと思うんですよ、ここが。多分ヒントみたいな。まあ、なので、ちょっとこのね、これらを踏まえて、ちょっとメンバー編成考えたんですが、まあ、ちょっとフレンドはね、相手が妖属性なんで、陰属性を連れていくといいと思います。特にこのトグロは、攻撃ダメージ耐性ダウンもね、つけれちゃうので、うん、これは絶対、このトグルを連れてった方がいいと思います、98回は。で、まあ、チーム編成はですね、まあ、こんな感じで組んでおりまして、まあ、まずね、こちらの耐性アップといたしまして、このユースケのね、霊光剣で相手の妖力ダメージをちょっとでも、軽減させるために、ちょっと今回、ピックアップしました。で、プラスあとこれね、トグロ。トグロがですね、この下の必殺技が、味方にね、攻撃タイプ4体以上いると、気絶効果 100% つけれるんですよ。一旦だけですけど。なので、これさえ決まれば、相手のね、その強化効果解除できるはずなんで、ちょっとここ、絶対このトグロ、おすすめです。で、これがちゃんと使えればですけどね。まあ、このトグロはね、もう皆さん、タワークエストでかなりね、強化できてる方多いと思うので、皆さん真似しやすいかなとも思います。で、まあ、このヒエでね、攻撃アップとかしつつ、で、耐性ダウンも持ってるし、まあ、いいかなと、単体この技も強いしね、まあ、こんな感じでも、後列は攻撃アタッカーで組んでて、まあ、前はね、まあ、ちょっと本当は壁役が良かったんですけど、まあ、ちょっとトグロのね、
4体以上攻撃タイプ連れていかないといけないっていう条件があるので、ちょっと前は潜水で頑張っていこうかなっていう感じです。で、まあ、どのキャラもね、ちょっと今回はね、攻略、皆さん真似しやすいように一応星音、キャラに絞ったのと、まあ、リンク解放もね、してないキャラでやっているので、まあ、サポートはね、まあ、見ての通りです。もう防御固めでも、もう前列は回復系、連れてる感じです。はい。まあ、なので、ちょっとこのメンバーでね、やっていこうかなと、思います。まあ、無事ね、ちょっと3ターン以内が一番難しいと思っているので、まあ、まずは霊光剣でね、ちょっと揚力耐性をアップしときましょう。相手の攻撃絶対痛いので。で、まあ、ちょっとここでね、先にフレンドを使います。で、次このね、言ってたこの星音特番の台の気絶。これが決まるはず。オッケー、はい、解除されました。なので、ここでね、一気に攻撃アップしていきましょう。で、ここでね、単体技。これめちゃくちゃ強いから、めっちゃ食らう。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。いいよ、いいよ。耐性アップしてきてももう怖くない。今ので、完全にね、揚力耐性アップはしてきたので。いけるかな?これで決まると思います。今2ターン目ですからね。はい、いけました、無事。まあ、こんな感じで、まあ、気絶が入るので、もうここは、気絶さえしちゃえば全然ね、余裕でクリアできると思います。まあ、前が、防御タイプじゃなくてもいけたので、まあ、なので、まあ、中にはね、ほんと98回、なかなかこのクエスト評価がね、達成できてない人は、トグロ、使ってみて、攻略してみてください。ということで今日はね、以上となります。まあ、また引き続きね、タワークエスト99回、100回と、また攻略動画出そうと思っているので、楽しみにしててください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またよかったらね、チャンネル登録やグッドボタン、コメントなども、どしどしお待ちしております。ではでは、またねー。